とことんやりこむ、どうも、なおしんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はドラゴンボールモッドやっていきたいと思います。以前使った時に、防御を装備した時に、悟空か何かわからなくなったんだよね。で、今回は、防具が透けるモッドですね。これ防具つけてます。つけてるんだけども、防具が見えなくなるモッド、これも一緒に入れております。これでね、ドラゴンボールか何かよくわかるようになったのではないでしょうか。教えてくれた方、ありがとうございます。では、今日はね、この悟空で、カメハメハじゃないんだけども、ほら、一応カメハメハっぽいでしょ。これを使って、ボスラッシュ、やっていきます。では、行ってみましょう。いけるかな？いきますね。装備は、輝くローブですね。まあ一応、帯電がついてるので、ぴょんぴょんしてるだけでは勝てるんだけども、一応、ガーディアンの目、これでやります。できればね、攻撃力の高い、壊れたビーコン、こっちの方が良かったんだよね。256を持ってるし、470万で強いんだけども、ソウルが必要なんだよね。ソウルをここではちょっと集められないので、ガーディアンの目です。行ってみましょう。いけ。弱っ。ちょっと待って。驚くほど弱いな。いけ。ちょっと待って。マジで驚くほど弱いよ。何これ。ちょっと待って、これ勝てん。エボーカーですが倒せないなんて、これは、厳しすぎるもん。え？あ、エボーカーが出すザコはね、一応倒せるよ。倒せるけど、ちょっと待って、これ、何に使うの？いける？いや。ダメージすら入らない。再挑戦。やっぱりこっちのカメハメハじゃないと無理やね。いけ。いくぞ。いや、こっちでも厳しいな。いや、こっちでも全然倒せないぞ。嘘。こっちのカメハメハでも全然ダメージ与えれない。あと一匹なんだけどな、近寄れないのよね、これ。行くぞ。行け。ちょっと待って。行け。よっしゃー。はい、ということで今日はカメハメハで倒そうと思ったんですけど、無理。無理です。とてもじゃないけど、火力が全然足りない。あれ、そんなに弱い？弱いよね。秒間87万だからね。せめてあと一桁上じゃないと、ダメージが全然入らない。まあ、むしろこのね、470万の壊れたビーコンですら、全然ダメージ与えれないから。ちょっとね、この、アーティファクトの、ダメージっていうのを修正してほしいな。ちょっとね、無理だよ。弱すぎる。まあまあ、早めに修正してもらえれば嬉しいです。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。